今日は2021年春のザラのお買い物を見せちゃいたいと思います。サンさん、わー、ザラーザラだザラだ。まあ何かというとザラで物を買ってますよね。まず試着目、こちらババン、ギンガムチェックのキュロット。普段ザラだと S なことが多いんですけど、 XS でちょうどでした。結構ウエストの位置が高くてハイウエストになるため、見た目結構長いなと思ったんですけど、だいぶ上で履くと結構短いっていう。じゃーん、小物。これは今同じフォーエバー21ですごい安かったデニム、こういうなんかシンプルなコーディネートを合わせてガーリーをちょっとダウンさせるというか、そんな感じもいいかなと思います。このなんかボヨボヨした生地がさすがにザラなので、生地感がいいなって思いました。この分かりますか、ボヨボヨしたこの生地がすごい好きで買いました。続きましてこちら、ババン。これすごいね、面白かった。商品名なんだろう、色がいい、色がいいワンピースなんですよ。これワンピースなんですよ、ワンピースなんですけど結構ショーパンに見えるっていう感じのやつです。色がいい、蛍光ピンクまでいかないけど結構明るめのピンク、じゃーん、こちら番外編です。最近出来心で欲しいものリストにお洋服を入れたんです。そしたらですね、私の親愛なる女性オタクの方がですね、こちらのお洋服を買って送ってくださったんです。ママカツです。ママカツで手に入れたお洋服、こちらアマゾンにて5980円、5980円です。まあね、買っていただいたものの値段を言うって失礼かもしれないんですけど、ぜひこれはいいぞということでね、そんなに高くはないのにいい感じに見える、結婚式とかどうですか。この黒のワンピースだったら春夏秋冬いけるんじゃないかなと。ここは下着見えちゃうので、肩紐のないやつをつけてください、ぜひ。こちらのピンクのザラのワンピースなんですけど、まあ、このままで普通の人は全然着ていただいて構わないっていうか可愛いと思うんですけど、まあね、私やっぱり歌を歌ったりすることがあるもんで、ちょっとデコろうかなと思って、フリンジ、あとはこれも黒いフリンジ、そしてパイピングテープ、チェーン、あとはなんかここにつけられるブローチみたいなものを買ってきました。ね、目指したいものとしてはツイードっぽくしたかったんですよね。まあ、夏服にツイードってって感じだけど、こちらの黒フリンジは衣装とかにもフリンジは使われやすいんですけど、この中にこれを入れて、まあポケットとかに、さあ、こんな感じしましょうかね。このポケットの部分にこんな感じでフリンジをつけて、これをつけて、
なんかこういう感じですよね。あ、そうそう。スタイト専用のボビンがあるの知ってました。あらかじめ巻かれてるやつ。でミシンってウワイトとシュタイトがあって、シュタイトは各自巻かなきゃいけないっていうところがすごいめんどくさいんですけど、シュタイトがもう、ま、最初から巻かれてるってやつがあるんで、これを使うとすごい便利です。ちなみにウワイトの方は透明でやってるので、結構何でも合わせられます。シュタイトも透明があれば透明でいいんですけど、なんかないからいろんな色を買う羽目になったって感じです。じゃーん、着てみました。どうでしょうか。衣装っぽさがプラスされたんじゃないかなと思います。ちょっと発色はもともと良かったんで、そのまま生地の色を生かしてキラキラをつけたりして、ちょっと衣装っぽくアレンジしてみました。ちょっと装飾がないなと思ったのでいろいろつけてみました。なかなか表に出る方で衣装みたいな服が見つからない方は、アレンジして衣装っぽくすることもできるんじゃないかと思います。まあ、こういうのちょっと買ったぐらいでも多分1000円いかないぐらい、デコレーションに関してはそれぐらいだったと思うんで、全然簡単にできちゃいます。